前略、テレビの前の視聴者様、このアニメに出てくる奴らは不良です。だから決してこのアニメの真似はしないでください。僕が泣いているのはとても悔しいからです。人の尊さ優しさ踏みにじられそうで、力を示す者たちしなやかさを失って、嘘まみれ泥まみれ綺麗たい風景でしょう。より強くしたたかにタフな生き方をしましょう。まっすぐ歩きましょう。風は向かい風。どけどけどけ後ろめたいやつはどけ。無造無造の街に明かりを灯せ。どけそこどけ真実の通りだ。正義の時代が来るさ。希望の歌もあるさ。僕の命この世に捧げてしまっていいさ。俺の名前は乗り物酔い、いや竹之内豊だ。今日は九州へ修学旅行だ。古い寺や城を見るのが好きな俺にとって、太宰府のある九州は前々から一度行きたいと思っていた。俺はこの日のために特訓を重ねてきた。止まってる車に乗ったり、新幹線のホームで動く列車を眺めたり、何もかも完璧であり、何一つ落ちてはなかった。しかしまさか飛行機だったとは。なあ兄貴、俺たちやっぱハイジャックなんて無理なんじゃねえか。なんだ今頃。高校生の修学旅行と思って安心してたけど、なんかヤクザみたいな連中ばっかりだぞ。確かに俺たちの方が人質みたいな気分になりそうだぜ。やっぱやめようよ、今ならまだ何もしてねえし大丈夫だよ。なんだこいつら、俺たちの乗る飛行機をハイジャックするつもりだったのか。そいつはとんでもねえ犯罪だ。何としてもそんなことさせるわけにはいかねえ。しかしこいつらが犯行に及べば修学旅行は中止になるだろう。となれば飛行機は飛ばなくなるかもしれん。それは俺にとって好都合。いやいかん、このまま奴らはハイジャックをやめるかもしれん。それを俺がけしかけるような真似はできん。いくら俺が悪でも犯罪に加担するほど腐っちゃいねえ。やはりここは奴らが犯罪に走らねえように願うべきだ、一市民として。よし、じゃあとりあえず飛行機を飛ばしてからハイジャックしよう。ちょっと待てこら。ええじゃねえよこの野郎。今の話からすれば改心してハイジャックをするのをやめるって流れになるべきだろう。すまん、実は俺も飛行機乗るのは初めてなもんで気が動転しちまって。なんだと。俺も一緒だ、気持ちはよくわかる。ま、一度冷静になって話を進めてみろよ。そうだな、だけど俺人がいっぱいいると緊張しまってダメなんだよ。できれば人の少ないところで話し合いがしたい。よし、お前ら全員ここから帰れ。じゃあ修学旅行はどうなるんだ。さっさと帰らねえと転がすぞ。いや人が少なくなったからホッとしたよ。兄貴は人見知りするからな。俺も帰ればよかった。なんだかあんたといると心強くなってくるぜ。そうだよ、この人の言うことを聞いてりゃ無敵だよ。もう計画中止なんて気はさらさらなくなってきたね。やばい、いつの間にか共犯者みてえになってる風情だ。20億円持ってきてアメリカへ飛ばせろと言ってみたら OK だそうだ。行くぜ兄貴。嘘、ちょっと待て、話が飛びすぎだぞ。すっげえ気持ち悪くなってきた。なんで俺がアメリカ行きの飛行機に乗ってんだよ。なんだかボスの元気がないな。俺はボスじゃねえ。俺の名は竹之内豊。喧嘩の強さと人望の厚さじゃ右に出る奴がいねえ。とある高校で万博を務めてきた。だがそれも過去の話だ。一体この道はどこまで続くのだろう。そしてここはどこなんだろう。アメリカに来ちまったようだ。ここで乗り物に余裕で乗れる強靭な肉体を手に入れ、堂々と日本に帰ろう。それにしても日本は大騒ぎになっているであろう。本当に大変だったみたいだね。修学旅行に行くはずがハイジャック騒ぎで。僕は風邪をひいて休んでたから詳しいことは知らないけど。まあ怪我人が出ずみんな無事だったっていうのが何よりだな。けどよ、みんな何か忘れ物してる気がしねえか。うん、
その場にいなかった僕が言うのもなんだけど、みんな何か忘れてないかい？あ、そうだ、修学旅行費返してもらってねえよ。それだ。今頃学校じゃ俺の話題で持ちきりだろうな。柄にもなく寂しくなってきちまった。そういや、あのハイジャック犯はうまく逃げられただろうか。妙に憎めねえ奴らだったぜ。なんて星が綺麗なんだ。日本にいる俺の仲間も同じ星を眺めているんだろうか。話は変わるけどよ、日本とアメリカは時差があるから、アメリカが夜でも日本は昼間なんだぜ。だからアメリカ人が星を眺めている時には日本人は昼寝してるんだぜ。なんでいきなりそんな話すんの？っていうか、そんなこと誰でも知ってるよ。とにかく俺にも天文学の知識があるって自慢したかったんだ。そんなことよりよ、今大事なのは旅行費が戻ってくるのが来ねえのかだろうがよ。けど僕は風邪で休んだから途中キャンセルってことで半額しか返ってこなかったよ。バカ野郎、お前は自分の都合で休んだんだ。半額でもありがたいと思え。俺らはあっちの都合で修学旅行が中止になったんだ。全額戻ってきて当然だろうが。あっちの都合っていうかハイジャックの都合だけどな。なあちょっといいか。ん？俺らもっと大事ななんかを忘れてるような気がするんだけどな。僕たちは何か忘れてたっけ、竹之内くん。いや、いつも通りだ。そうか、すごく言いたいことがあるんだけど言っていいのかな。俺大変だ、前田がまたバスコーに捕まったぞ。いい加減にしろよ、これで何回目だと思ってるんだよ。最近あいつは目立たなくなってきたからな。奴は奴なりに自己アピールしてるのかもしれん。まあ、いずれにしろ早く助けねえと。となるとバスコーと戦争か。だがよ、バースの奴らだって半端じゃねえぞ。俺らも腹くぐっていかにゃならんぜ。黒子に喧嘩売ってくるんだ。向こうもそれ相応の勢力を揃えてるに違いねえ。久々にでかい喧嘩だな。確かに危険な戦いになるかもしれない。だけど何も心配することはない。だってうちには竹之内くんがいるじゃないか。おう、そうだ、うちには竹之内がいる。頼むぜ竹之内。いかん、取り返しのつかない事態になってる気がする。逮捕されないように一高校生のふりをしてきたが、よりによってそいつが最強の番長だったとは。とりあえずこの連中を何とか言いくるめねばならん。俺はとても人見知りだが。今日は竹之内が何人転がすのか楽しみだな。いや、ちょっと待ってくれ。みんな俺の話を聞いてくれ。ああ、俺らももう16だ。年齢的には子供かもしれねえけど、そろそろ自立した大人になったっていいんじゃねえか。何を言い出すんだよ急に。もう喧嘩っつう年でもねえだろう。ここは一つ大人になってみたらどうだ。それと俺が一番怖いのは警察だ。もしもこんなつまんねえ喧嘩で警察沙汰になったらシャレにならねえんだ。そりゃあ警察は誰だって怖いぜ。ビビってたら喧嘩なんかできねえよ。お前ら本当に何も分かっちゃいねえな。お前らが警察沙汰になるのと俺がなるのとじゃ大違いなの。まあ詳しいことは言えねえけど、今俺が捕まったら20年は食らうな。20年？ひょっとしてお前すげえ前科があるのか。16歳で。やっぱ竹之内は俺らと違うと思ってたよ。お前らはまだ若い、未来ってもんがある。俺みてえなつまんねえ人生を歩ませたくねえんだよ。竹之内すげえ変わったな。発想が30代の発想だぜ。まるで別人みたいだぜ。っていうか別人じゃねえのか。まあ人間は変わっていかなきゃいけねえんだよ。だけど俺らから喧嘩を取ったら何も残らねえよ。俺が昔メキシコの刑務所にいた頃。嘘、マジ？いつの話だよ。狭い独房に何日も閉じ込められて何もすることがなかった。しかも俺は無実の罪で投獄されてな。20日目を過ぎた頃、俺はもうすでに錯乱状態にあった。そんな時部屋の片隅に目をやると、知恵の輪が一つ落ちていたんだ。俺は怒りのあまり、その知恵の輪を力任せに外そうとした。だが力を入れれば入れるほど知恵の輪は外れない。知恵の輪を外すのに力はいらない。必要なのはちょっとしたコツと穏やかな心。数日間知恵の輪と格闘しているうちに俺はそう悟ったんだ。するとどうだろう、どんなに力を入れても外れなかった知恵の輪がいとも簡単に抜けていく。知恵の輪は俺のすさんだ心を癒してくれたんだ。数日後裁判が行われ、俺の無実が証明された。これがその時の知恵の輪だ。これがどうだ、外してみろ。
びくともしねえよ。貸してみろ。ダメだ、外れねえ。よし、次は俺だ。お前らは毎日喧嘩ばかりしているから心が獣のようにすさみきっている。そしてその知恵の輪は真っ当な心、穏やかな人間の心がないと外すことはできん。おお、外れたぞ。ほう、こんな野獣たちの中にも真っ当な人間の心を持ってる奴がいたとは。外れたぞ。おめえの仲間っていっつも助けに来てくんねえけど、ひょっとしてお前友達いねえんじゃねえのか。だけど俺が呼びもしないのにいつもみんなで俺ん家に遊びに来るんだよ。やっぱあれって嫌がらせなのかな。先駆けクロマティ高校、寒い季節がやってきました。お体には気をつけて、風邪などひかぬように暖かくしてお休みください。歯磨けよ。アメリカってのは乗り物がなきゃ生活できねえところなのかよ。